家系図ンダあるいは混乱派は、アルスター物語群の説は、アイヘイの一人息子の最後に登場する空風林と、アイヘイの間の息子。父親以上の武芸者であったが、空風林のみが持つ、槍ー、ボルグの一撃を受け死亡したとされる。この説は原則として、レカンの記書書集の、アイヘイの一人息子の最後最後の番に基づいているが、番や、説話間の相違点については、 度触れておく。ダンスキー場後カい島ダンスキー場後、空風林は女染しスカータ派に支持するため、アイルランドを離れ彼女の下に出向いていた。説は、エウエルへの求婚はこれを後に触れるエウエルとの結婚のために、彼女の父親から空風林に出された条件であったとする。この修行の地で、アイフェと空風林は出会った。空風林とアイフェが出会い、こう設けることになる。 この修行の地について、相違なる記述が残されている。レカンの基礎書集の番は修行の地を、霊社であるとしている。一方、TCDMS1336 書集の、アイフェの一人息子の最後の番や、エウェルへの求婚は、アルバであるとしている。そのスコットランドに伝わる写本、ディーン・オブリズモアの書書集の番では、スカイ島のダンスキー場であったとされる。 また、こんなの母親、アイフェについても、空風林の武術の師であるスカータ派の肉親であったとも、あるいは、スカータ派と敵対する別部族の女戦士であったとも、伝えられる。細部はともかくとして、修行を終えた空風林は、身をものアイフェを残して、アイルランドへと帰還することになった。空風林は、金の指輪をアイフェに託し、生まれる男子の指に、指輪がぴったりとはまる頃、 彼を父親である空風林を探しに、アイルランドへ旅立たせるよう言い残した。またこの時生まれてくる息子に対し、進む道を変えてはならない、誰にも名乗ってはならない、いかなる挑戦にも応えねばならないとも言い渡した。この三つの命令は、月収と呼ばれるものであり、月収を課せられた者がこれを破ってしまうことで、自身の破滅を招き、 またその逆に月収を厳格に守ろうとしたために甚々しい不利益をこうむるという展開がアイルランドの神話、説話では繰り返される。この場合においてもこの三つの月種が後の混乱と空風林の不死対決を不可避のものとする。生まれた男児は幼い頃からスカータ派に指示し、並々ならぬ戦闘技術を身につけることとなった。ゲーボルグについては、 空風林がアイルランドに持ち帰っていたため教わることができなかったが、これ以外の戦闘技術については全てスカータ派に仕込まれた。男児が7歳になる頃、残された金の指輪が彼の指にちょうど合うようになってきたため、彼は言いつけ通り小舟に乗り、アイルランドへと漕ぎ出した。彼を乗せた小舟がアイルランドへと近づいた頃、アルスターの人々はちょうど足跡の浜と呼ばれる海岸に集まっていた。 彼らの目の前で、男児は、スタッフスリングを使って鳥を撃ち落とした。撃ち落とされた鳥は、不思議なことに生きており、男児は鳥を空に放った。彼は再び鳥を撃ち落とし、そして鳥を蘇らせた。年派のいかぬ異教の子が、そのような芸当をやってみせたことが、コンホバル王を驚かせた。子供にさえに、そのような技術を仕込んだ土地から十分訓練を積んだ。 マスラオがやってくるようなことがあってはアルスターはひとたまりもない。そう考えた王は使いをやって彼を追い返すことに決めた。最初に選ばれたのは高達者が評価されたコネレマク、エハハであった。コネレは男児を怪獣しようと呼びかけたが彼は聞く耳を持たなかった。次に男児の元に向かったのは私の命ある限りアルスターの誇りが損なわれる。 ことはないと宣言したコナルケルナ派であった。男児がスリングで石を空へと放り投げると雷鳴がコナルを襲い彼は転倒した。コナルが起き上がる前に男児は彼を縦の紐で縛り上げてしまった。この雷鳴を呼び起こす不思議なあざについて愛兵の一人息子の最後はその名を説明しない。しかし聖夜図は別の説話において空風林が通らチェラス。 雷の技を使用していることを指摘し、こんラの技は、これと同志のものではないかと示唆している。いよいよ空風林が、男児の元へと出向くこととなった。事情に通じていた空風林の妻ヨエルは彼を引き止め、男児は彼とアイフェの間の息子こんラであることを伝え、彼にとっても一人息子であるこんラと対決してはならないと訴えた。しかし空風林は、 男児が自らの子であったとしても、アルスターの誇りのため彼を殺すつもりだと答え、彼女を尻けて海岸へと向かい、こんなと退治した。空風林は自身の名を明かさねば死ぬこととなると、最後通告を行ったが、これも聞き入れられず不死の対決が始まった。最初は、剣で、次は、組打ちで戦い、最後には、海で互いを溺れさせようとしたが、 いずれもコンラが優勢であった。そこで、空風林は、スカータ派が彼の身に授けた槍ゲーボルグで、コンラを騙し撃ちした。槍を受け、コンラの腹たは足元にこぼれ落ちた。虫の息のコンラを連れて、空風林は、アルスター人の元に戻り、彼が、自らの子であると彼らに紹介した。コンラは自らがアルスターに参加していれば、5年もあれば、敵を全て倒し、 その王権は遥かローマにまで届くところであったと惜しみ、アルスター人たちに別れの挨拶を告げた後に事を切れた。彼の墓が建てられた土地はこれに由来して、エブローフィアと名付けられた、と、陰文のディンシェンハスは伝えている。後日談についても、やはり諸説がある。レカン初の記書書集の版は、彼のことを記憶に留めるため、アルスターでは、すべての子牛が三日間母牛から引き離されて、 育てられたとする。TCDMS1336 初集の番では、空風林が自身の息子を殺害した角で同胞である、アルスター人たちから訴訟を起こされ、コンホバル王に賠償金を支払ったとされる。この写本は、主として、法文書を集めたものであるため、初集の愛兵の一人息子の最後についても、説はそのものというより、 法律論議のための枕を意図したものと考えられる。因文のディンシェンハスに収められた死では、息子を我が手で殺したことで、怒り浸透に発したクーフーリンは、虐殺を行ったとされるが、詳細については、触れられていない。19世紀末、ジェルマイア・カーティンが、アイルランド中西部で、ゲール語の話してから採集した、民話集ミス・フォーク・テールズ・オブ・アイルランドの中に、 混乱を取り扱ったものも収録されている。フィン・マックールの下に身を寄せていた、呪われた王女ギルアン・オーグを援助する者として、彼の部下の中から予言に半ば指名される格好で、クーフーリンが選ばれた。右与曲折の冒険の後彼は、成功を収め、ギルアン・オーグを妻として、アイルランドへと凱旋した。これで収まらないのがアイルランドに残されていた、クーフーリンの妻、 アルバのビラー語である。父の顔を知らないまま18歳となったコンラは、嫉妬に狂った母親、ビラー語に命じられ父親の殺害を試みることになる。ビラー語は、同時に、いかなる相手にも敗北してはならない、相手を倒さない限り自らの名前を名乗ってはならない、と、コンラに言明したため、クーフーリンは、コンラが息子であると知ることなく、彼と決闘を行うこととなった。 事情を知らず挑戦者を容赦なく攻め立てる空風林に、対し、コンラは父親への手加減を続けたまま3日3番、渡り合うほどの武芸者として描かれる。しかし4日目の朝、フィンマックールの部下の一人であり、トラブルメーカーのコナン・マウルが、まだ、コンラを倒せない空風林を煽り立てたことによって、潮流は変わった。コナンの発言に集中力を乱されたコンラに生じた、隙を見逃さず、 クーフーリンは、槍で、彼の頭を貫き血統の幕を下ろした。今はの際の混乱からの告白により、息子を手にかけたことを知ったクーフーリンは、狂乱状態に陥る。親指の予言の力により今のクーフーリンと、対面すれば自分たちが一人残らず、虐殺されてしまうことを悟ったフィンマックールは、クーフーリンをバーラの騎士へと追放した。 七中や狂乱死派と格闘したクーフーリンは空腹と衰弱によりついに倒れ、その体を波が覆い隠した。カーソンの歌は、ジェームズ・マクファーソンによる際は。ここでは、こんなに相当する人物は、カーソンという名であり、クーフーリンに相当する彼の父親はクレサモーである。マクファーソンの作品群に共通する特徴であるが、フィン・マックールに相当する人物であるフィンガルも、 登場する。母も、稲と死に別れたカーソンは、父親の顔を知らないままバルクルーサの地で成長した。コンホールの侵攻によりバルクルーサは陥落するが、カーソン本人は難を逃れた。カーソンは、コンホールの子孫への復讐を誓い、コンホールの息子フィンガルの軍勢との戦闘に挑む。カーソンは、フィンガルの下で戦っていた父親クレサモーと遭遇し、 彼との戦いの中で致命傷を負った。自分が名を残せないまま、この世を去ることを嘆くカーソンに対し、フィンガルは敵である彼の死を悼み、彼の死を語り継ぐことを誓った。クーフーリンの死は WBEAX による際は、EAX によれば、先に触れたミスアンドフォークテールズ・オブ・アイルランドに採取された民話を主な下敷きとしている。表題通り結末で、 空風林は死亡するが、後に海と戦う空風林と傀儡された際に生死に関する描写が除去されるなど様々な変更がなされた。この節の記述は海外前の空風林の死の描写に基づく。この際はでは空風林に殺される彼の息子はフィンモールという名であり、母親は愛イの一人息子の最後では別の立場で登場したエウェルである。 長年囲っていた夫、クーフーリンからの不遇により、エウェルは口への働く毒腐へと変貌してしまっていた。彼女は息子フィンモールが成長し、クーフーリンが年老いたことから復讐の条件が整ったことを悟る。エウェルは父親の顔を知らないフィンモールに対し、父子が共に剣を取った者にしか名を名乗ってはならないという誓いを立てていることを利用すれば、クーフーリンを 赤枝騎士団の中から探し出せると教え、彼を殺害するよう命じる。決闘の末クーフーリンは勝利を収めるが、殺害した相手が息子のフィンボールだったことを知ると心痛に沈み込んでしまった。クーフーリンの主ンホバル王は、クーフーリンが三日間の沈黙の後に怒号と共に、自分たちを虐殺するだろうことを察し、配下のドルイドたちに儀式を行わせて、現実をかけ、 彼を海と戦うよう仕向けた。王の予想通り、空風林は沈黙の後現実の中で4日間海と戦い、この世を去った。カナダのノバスコシア州には、ザ・サンズ・オブ・ノース・ブリテンという語、4拍子のバラットが伝えられてきた。その歌詞の内容から、ブリテン諸島にルーツを持ち、混乱と空風林の説話を下敷きとしたものだと考えられている。この歌では、 こんなに相当する父親に殺される息子は二人の兄弟となっており、生はマンローとされる。七年前、スコットランドに置き去りにされた兄弟は両親を探していたが、偶然遭遇した父親に胸を打ち抜かれてしまった。かろうじて息の合った兄の言葉から、父親は彼らが自分の息子であったことを知る。兄は最後に、母親がもしまだ生きているのなら、 彼女を苦しめないよう自分たちの死は伏せておいてほしいと父親に言い残し息を引き取った。一時、資料二時資料。ありがとうございます。